お腹を稼働させることによって息が誘導されるっていうことってないんですよ。耳を鍛えること、それからいい体幹を覚える感性を磨くこと、この二つが命だと思います。この番組はこのスポンサーの提供だ。お送りします。はい、どうも皆さんこんにちは。マイスクリーム講師のデスの兄さん、マホンでございます。今日もよろしくお願いします。今日の動画ね、やばいよ。ちょっと俺業界から消されるかもしれないということで、今回はミックスボイス習得に不必要なもの4選ということでやっていきたいと思います。先日ですね、出しましたこちらの動画、大変ご好評いただいておりまして、反響もすごくいただいているので、まぁ、ちょっとその襟に近い内容というか、もうちょっとね派生させていろいろお話できるんじゃないかなと思って今回の動画撮ってるんですけど、この動画の中でもちょっとお話した通り、脳みそパンクしてる人マジ多すぎ問題ね。なんかいろんな人がいろんなことをいろんなワードを使って言うせいで、もうなんかひっちゃかめっちゃかになってるみたいな、もうし渋ハロみたいなになっちゃってるみたいな頭の中で、そういう人たちの混乱を少しでも解きたいなと思って今回の動画撮っております。まあ重要視しなくてもいいんですよみたいなものの紹介になりますかね、簡単に言うと、っていうところなんで、ミックスボイス習得したい方、あるいはもっと磨きをかけていきたい方は絶対刺さる動画になってますんで、ぜひ最後までご覧いただきたいのと、もしよろしければこんな感じでボイトレ動画日々発信しておりますので、チャンネル登録まだお済みでない方、よろしくお願いします。それからこの時点で高評価していただけるととってもモチベーションが上がりますので、よろしくお願いします。ということで本編いっちゃいましょう。はい、ちなみに今回の動画は先日ツイートしたこちらの内容の関連動画になります。よかったらツイッターもフォローよろしくお願いします。さあ、ということで、冒頭にも言ったんですけど、今日の内容マジやばくて、もうマジボイトレ業界から俺消される可能性あるから、でちょっとこう影武者でゲロさんここに召喚してるんで、2分の1になるから、大丈夫かなと思ってるんですけど、ゲロさんちょっとすいません。巻き込んでしまって、本当申し訳ございません。ってとこで、タイトル的にはキャッチーに不必要なものとかそういう表現をさせていただいてると思うんですけど、必要ではある、ぶっちゃけ。必要ではある。し、大切なことではある。ただ、本質的な意図としてはですよ、今からその発表していくワードを、言葉のそのまま捉えて、その結果うまくいくんだったらもちろんそれでいいけど、そうじゃない人がものすごくたくさんいるから、優先度、プライオリティはそんな高くないよっていう、特に独学でミックスボイスとかいい発声を作っていきたい人は、あんま考えなくて頭でっかちにもならなくてもまあいいよっていう、そういったものになります。この辺はご留意いただいてご覧くださいね。ではまず一つ目発表したいと思います。ミックスボイス習得に不必要なもの、その1は、鼻腔共鳴でございます。はい、今日帰り道気をつけます、マジで。ね、これ聞いたことある人めちゃくちゃいるんじゃないですか?ね、いわゆる、よくね、特にね、ボイストレーナーの方々もね、言う人多いと思うんですけど、鼻に響かせましょうとかね。鼻に当てましょう、ね。そんな感じの、鼻に抜きましょう、みたいな。いう方も多いと思います。なんですけど、これを考えるがあまり、頭がでっかちになっちゃってる、わかんないよって人は、考えなくていいです。まずね、鼻腔共鳴を、まずじゃあ、しようとしている。そこのあなたに伺いたいんですけれども、何が鼻腔共鳴かって分かってる状態でやってますか?おそらくこの動画をご覧いただいてる時点で、ほとんどノーかなって思うんですよ。正解が分かってない状態で取り組むのはすごく危険です。で、一番最悪なパターンやっていいですか?はー、はー。分かりますか?鼻腔共鳴。まずこれ、この用語が正しく理解できている状態であれば必要なものです。必要なものなんですけれども、今の声って何か分かります?これ鼻腔共鳴じゃないですよ。僕よく言うんですけど、鼻共鳴。鼻声、ただの。これただの鼻声なんですね。ただの鼻声のことを鼻腔共鳴だと思ってる人が、多いこと。そういう人だけで国作れるぐらいいるわ。多分。世の中に。皆さん、声を出す場所ってどこかわかりますか?どこについてるかわかりますか?喉ですよね。鼻じゃないですよね。一生懸命鼻から声出そうとしてませんか?ここ、東大元暮らしになってませんか?声帯で声を出さなきゃいけないのに、なんでそんなに鼻に重要性を置くんですか?ってことで、鼻に意識が行くあまり、ここの操作をめちゃくちゃないがしにしてる人が多いです。本末転倒にも程があるもったいないと思います。あーってなんかこう、なんとなく鼻腔共鳴を意識した声ではなくて、あーってちゃんと鳴っている地声、ちゃんと声帯が鳴っている声っていうのを作んないといけないし、共鳴云々を考えるのはその後で全然いいと思います。もちろん人によるけども。鼻腔共鳴というワードが一回も出てこなかったとしても、ミックスまで持ってきる
人っていうのは全然います。もちろん、別の表現をして、結果的に世間で言われる鼻腔共鳴を誘導することは全然あるし、それは必要なことなんですけれども、正しく理解ができている自信がなくて、鼻腔共鳴にあまりに引っ張られてるっていう自覚があって、それがこう成長を妨げてるようであれば、もう無視していいです。最近の僕の動画で言うと、このあたりの話は、こちらの九州大学の、生態を研究されている李先生と、一緒に、生態のメカニズムに関して、お話している動画がありますので、こちら参考になると思うので、ご覧になってない方はぜひご覧ください。概要欄に貼っておきます。はい、続きましてミックスボイス習得に不必要なもの2つ目は腹式呼吸でございます。はい、今腹式呼吸をしたんですけれども、まあ何度も言うように必要なんですけど、ワードに引っ張られる必要はないですよってことです。まあこれ全部の今から発表することにも言えるんですけど、腹式呼吸っていうか、まあ正しいブレスとかそういう言い方をするんだったらもう全然問題ないと思います。混乱も招かないかなと思います。例えばね、これレッスン来ていただいた生徒さんの、本当にその最初の頃ね、発声の状況っていうのを、お互いがこう掴んでいく過程において、今〇〇さん呼吸とかってなんか意識あります？みたいな、聞いたりするわけですよ。その時に、まあなんか、腹式で息吸ってとか、腹式でやってって別のボイトレの先生に言われましたとか、まあそういったワードが返ってくることがあるんですけれども、それにおいて、いいブレスができてる人ってほぼ見たことなくて、これもね、さっきの鼻腔共鳴と一緒なんですけど、正解が分かってない状態で、なんとなく腹式呼吸というワードだけに引っ張られてる人って非常に多いなと思うんですよ。腹式呼吸ってこれだって明確な答えがある人、手挙げてもらっていいですか？そしたらその次足上げてもらっていいですか？すいませんっていうのは冗談なんですけど、なんかさ、イメージとしてさ、お腹を、なんか膨らましてとかさ、お腹に力を入れてとかね、吐くときとかにね、とかってあると思うんですけど、これね、めっちゃ罠なのが、お腹に力って入れられません？なんか別に息なんか吐かなくても入れられるでしょ。ね。あとは、お腹膨らますだけってできるでしょ。ちょっと息は入るかもしんないけど、お腹単体で膨らましたりとかもできるじゃないですか。で、その時にいっぱい息吸う感覚、吐く感覚って別にないですよね。つまり、お腹を稼働させることによって、息が誘導されるっていうことってないんですよ。ないんですよ。あくまで、息が正しく吸えた結果、腹式呼吸になるのであって、腹式呼吸マターで考えちゃうと、まあ危険なこと多いですよねって話です。ワードに引っ張られてるっていうさっき言ったやつね。だからこれも、お腹を使うイコール正しいブレスって思い込んじゃってる人は、これ非常に危険なパターン今までたくさん見てきたので、やめてくださいと。いうことで二つ目。さあ続いて三つ目、ミックスボイス習得に不必要なもの。三つ目は、喉を下げるということになります。これもよく聞きますよね。よく聞くよ。よく聞くし、まあね、これ聞き飽きたかもしれないけど、大事なことなんですけれども、結論これは操作性が悪すぎる。あのね、まあまあ信頼できるボイストレーナーさんと一緒にリアルタイムでやるんだったら、もちろんいい場合も全然あると思うんですけど、独学でやる場合に、じゃあ例えばね、喉下げてくださいって言われるとするじゃないですか。まあ下げて、じゃあ下げて状態作った後になんか適当に、はーってこう、どこでもいいんで声出してもらって、その時って、この喉の下げって意識し続けるのまあまあ難しくないですか？声を出す方に意識いっちゃいません？どっちかっていうと。っていう人多いと思うんですよ。だからね、操作性が悪いの。このなんか喉を下げた状態で声を出すっていうことを同時に意識した場合に何が起きるかっていうと、何が起きやすいかっていうと、まず一つは、下げられたとしても、下げた甲斐もなく声を出したことによって上がってしまう。結局、つまり意味がなくなってしまうっていうこと。で、もう一つは、無理くり下げようとして、ただ力が入ってるだけ、なんか押さえつけているみたいなイメージになっちゃう人が、多いということ。この二つに大体なりますね。で、これってどう考えても良くないというか、不自然な状態じゃないですか。喉を落とすっていうのは、あんまりこう、本質をついたワードではなくて、ちゃんとね、これは全部のボイトレ用語に関してそうなんですけど、なぜそれが必要なのかっていうところで言うと、喉を落としたいわけじゃなくて、バランスが取りたいのね。つまり、別の言い方をすると、上がっても下がってもない。均衡を取る、バランスを取るために、結果的に下げたいっていうワードになってるってだけなのね。上がろうとするのを下げるから、プラマイゼロになるわけじゃないですか。だそういう意味合いが強いんですよ。そこが本質なので、焼きになってこの喉下げて、お前、下げんじゃねえよってやってる人は、もうここからはもうやらなくていいです。もうそこにはもう固執しなくていいですよっていうことです。まあね、さっきも言いましたけど、正しく理解できてたりとか、信頼できるボイストレーナーさんと一緒に同時並行でやるんだったら、全然いい。その共通言語としていいものだとは全然思うので、OK だと思います。さあ、最後になりました。ミックスボイス習得に不必要なもの4選、不必要ってずっと言いにくい。不必要なもの4つ目は、ヘッドボイスです。ヘッドボイス。何ヘッドボイスって。って思ってる人多くないですか？これもね。曖昧ですよね、このヘッドボイスっていうワード。ヘッドボイスってどういう声かっていうのをビシッって言える人って日本に5人ぐらいしかおらんのちゃいます？マジで。俺もわかんないもんだって。まあさすがにわかるけど、
まあそれでも曖昧ですよ。曖昧だからあんまり動画とかで言うのも危険だなっていうレベルですね。で、例えば俺私ヘッドブースわかるんですけどっていう人いると思うんですけど、そういう人をね、じゃあ例えば10人集めたとして、例えばね10人集めたとして10人同じ音色になるかって想像できますか？あんまりできないと思うんですよね。微妙に操作違ったりとか当てる場所違ったりすると思うわけですよ。なんかこれが俺のヘッドボイスみたいな、マイヘッドボイスみたいになっちゃってる感じなんじゃないかなって思うんですよね。まあ結構な割合でね。で、ミックスボイスをね習得していくにおいて必要なものって何かっていうと、まあ正しい裏声なんですね。正しい裏声、ミックスボイスにつながる、ミックスボイスに対して栄養のある裏声が必要なんですよ。そのことを、その裏声のことを世間としてはヘッドボイスって呼んでいる可能性が高くて、なのでこのヘッドボイス、頭に響く声っていうところにめちゃくちゃこだわる必要は全くないと思います。結果的にヘッドボイスになるかもしれないけどね。その裏声練習してた結果ね。いいポジションの裏声を練習していった結果、その裏声のことをその人が結果的にヘッドボイスっていう部分にはもう全然いいと思う。そういう平和な世界でいいと思います。はい、以上、4つ、こだわらなくていい、不必要なもの4選ということで発表してまいりました。まあ、ちょっとね、心楽になった方も多いんじゃないですかね。心楽になったよって人、ぜひ高評価とチャンネル登録してほしいんですけれども、まあね、全部のね、今日、発表したワード、まあ、他にもあると思うんですけど、とりあえず4つね。で、全部に共通して言えるのが、まあ、ほとんどの個人が別々のものとして捉えてしまってるというか、何のことだかよくわかってないのに、なんかやろうとしてるっていうことになっちゃってる、ワードの集合体なんですよ。だから特に独学の方に参考にしてほしい動画ですね。まあね、その便宜上、まあとある現象をさ、例えばヘッドボイスだったら頭に響く声っていうのを、っていう現象をヘッドボイスっていうワードに置き換えることっていうのはすごく大事だし、共通言語を作っていくためにもう致し方ないし、すごくいいことだと思うんですけれども、そのできたワードをさ、個々が正しく受け取れるかどうかっていうのは別問題というか、てかもはや実際はほとんどできてる人、パーフェクトにできてる人ってかなり少ない、ほとんどマジで一握りっていうのが現状だと思うんで、そのワードにはこだわらずに、まあさっきもね出しましたけど、この動画で言ってることでもあるんですけど、もうね、耳なんですよ。耳。いい音なんですよ。いい音に過ぎない。このいい音という部分にこだわることがすごく大事なので、いい音、いい体感ね。なので、耳を鍛えること、それから、いい体感を覚える感性を磨くこと、この二つが命だと思います。どうしてもやっぱこのワードに引っ張られちゃうと、いい動きにするのは結構厳しいかなって思いますね。これはね、独学でもね、できるようになるんですよ。めちゃくちゃ勉強すれば、めちゃくちゃ時間かければできるようになるんですけど、まあ、コスパよく時短したいよって人は、ボイストレーニングを、信頼できるボイストレーナーさんに受けることをお勧めはいたします。ポイントはね、コスパが良くてめちゃくちゃおすすめです。今ね、僕は新規の生徒さんを募集するのが、まちまちのタイミングになっちゃってるんですけど、まあ、再開した時にね、門を叩いていただければ、全力で、向き合わせていただきますんで。ということで、以上になります。今回の動画参考になったよ、良かったよという方、ぜひ、like、グッドボタンと、あとはチャンネル登録まだお済みでない方は、ぜひよろしくお願いします。デスのお兄様がお送りいたしました。ボイボイ。